90年の8月18日、はい、僕19、20歳の時です。20歳の時、ええ、そして30年経って、ええ、こんにちは、福井の旧車系 YouTuber ひでチャンネルです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。温かいコメントや高評価のグッドボタンなどいただいて、いつも本当に励みになります。ということで、58年式のね R30 スカイライン、後期型の鉄火面、そしてね RSX インタークーラーターボということでね、まあ、当時ね最高級のグレード、走りの熱いグレードのね憧れの的の鉄火面ですよ。それではねオーナーさんに詳しく聞きながら見ていきましょう。はい、すいません、オーナーさんお願いします。ということで、いやー、先ほどねお伺いしたんですけれども、19歳当時に全く同じカラーリングで乗っていた車両を30年後再び手に入れたという、はい、熱い思いがある車両なんで、ね、詳しくいろいろ教えてくださいということで、まずはフロント周りから見ていきましょう。いかがでしょうか。もう鉄火面の、ね、フロントといえばこのね、はい、にらみの効いたこのフロントマスク、カクッとしたねフロントマスクが一つ特徴的ですけれども、オーナーさんこれ RSX ということで、こちらのねこのピュッピュッって水が出るやつ、これがついているっていうのがね一つねちょっと特徴なんじゃないでしょうか。ということでね、はい、このねガラスのカットがすごくかっこいいですよね。ここにはねスカイラインの S の文字がしっかりとエンブレムが刻まれているということです。そしてこれ別にオーナーさんが取り付けたっていうわけじゃないんですけれども、まあ、フロントはねリップがついていて若干レーシーな感じになっていますね。はい、それではねいろいろ見せていただきましょう。ということで、はい、こちらオーナーさんホイールなんですけれども、これはあれなんですか、ノーマルなんですか。そうですね、メーカーオプション、メーカーオプションということでね、はい、まあここにねインパルとあるんでね、インパルのアルミなのかなというふうに感じますけれども、まあ、これあれですよね、このメッシュタイプってこれに入ってたイメージめちゃめちゃあるん で、 ね、このゴールドディスクがね非常にかっこいいというふうに思います。はい、タイヤサイズはね 195/60R15 ということで、もうオーナーさんあれなんですよね、基本的にノーマルっていうのが好きっていうことで、はい、ね、ノーマルが、はい、いかがでしょうか。このサイドビューですよ、いやーめちゃくちゃかっこいいですよね。このね後ろの工場がねすごくいい背景になってめちゃめちゃかっこいいですよ。はい、ということでね、はい、ゴールド文字でインタークーラー4バルブ DOHC RS ターボーと書いてあってね、もう赤黒が非常にかっこいい一台となってます。はい、そしてねこちらの R30 スカイラインはねドアミラーなんですね。このドアミラーもねカクッとしてて、この R30 スカイラインをね、はい、ここでも表現しているという感じで非常にかっこいいです。さあそれではねリアホイール見ていきましょう。ということで、こちらだからあれなんですよね、4本通しのサイズと、はい、ね、なってるんですよね。はい、もちろんね195/60R15 ということで、いやこのねゴールドのデカールが非常にかっこいいですよね。はい、ということでね、このね斜め後ろからのビューも見ていきましょう。やっぱりかっこいいですねこれね。ありがとうございます。いや本当にね、あの鉄火面は僕買おうと思ってたぐらい好きだったんで、でも僕が買おうとしてた時でも程度がいい車両だともう200万ぐらいしたんで、今はもっと多分高いだろうなというふうに思いますけれども、いや当時でもね結構高かったんですよね。ということでテール周り行きましょう。ということで、はい、こちらがね、はい、鉄火面のテール、いかがでしょうか。こういう感じでね、はい、スカイライン伝統の丸め4眼のテールとなってます。こちらにはね DOHC RSX、 そしてこちらにはスカイラインとあります。この樹脂バンパーがね非常に当時っぽくてかっこいいですよね。そしてナンバー灯はこちらにあるということなんですけれども、オーナーさん先ほどノーマルが好みだって言ってたんですけど、マフラーはしっかり
柿本貝が入っていますね、これは結構いい音するんじゃないですか。そうですね。なるほど、ね、これはねちょっとエンジンかけていただくのが楽しみになってきましたよ。あ、やっぱりねこの30のテールのコンビネーションが非常にかっこいいというふうに思います。そしてね、はい、こちらの、はい、リアビューということで非常にかっこいいですけれども、オーナーさん室内見せていただいてよろしいですか。はい、開けさせていただきます。はい、ということで、はい、こちらが R30 スカイライン鉄仮面の内装となってるんですけれども、この斜めのパターンはこれがノーマルなんですよね。ノーマルですね、非常にかっこいいですね。素晴らしいというふうに思います。でこれあれなんですよね、ハードトップなんですもんね。ここね、これね R31 になるとここにね、はい、B ピラーがついてね、ハードトップじゃなくてクーベになるということです。はい、でもねこのね年代がね58年式ということなんで、ね、パワーウィンドウがちゃんとついているということで、まあ、ドア調はね結構あってね、いやいい感じのレーシーさが出てますね。はい、ということでね、はい、気になるメーター周り見ていきましょう。こんな感じになってますね。いや、やっぱりねこの30からねこの水平指針のメーターが非常にレーシーな感じでいいですよね、オーナーさん。ね、ということで、ね、室内はこういう風になってます。はい、大和さん、なんかこの天井にねなんかついてるんですけれども、空気清浄機ですね。空気清浄機なんですね。空気清浄機ですね。なるほど、これは初めて見ましたね。いろいろスイッチ類がねここから見ると逆になってるんですけれども、運転席から見るとちゃんとなるということで、本当に空気清浄機なんですね。素晴らしい。これはあれなんですか、だからオプション品っていう感じなんですか。当時これつける人は珍しかったと思うんですけど、激レア商品ですよねこれね。はい、ということでね、はい、ノーマルが好みだよっていうオーナーさんはね、シートもノーマル、リアシートもね同じパターンになっていると。でね、あそこのね後部座席の人が乗るところもねちゃんと同じパターンになってるっていうのがね、まあ、当時のこだわりだったんじゃないんでしょうか。はい、そしてねオーナーさん、はい、この足マットなんですけど、これスカイラインってあるんですけど、まさかのこれ当時ものなんですか。当時ものですね。これは貴重ですよね。あの足を置く場所ですから絶対ほら破れたりするじゃないですか普通は。いや、これがね今この状態で残ってるってだけでもかなり貴重なんじゃないんでしょうかね。ハンドルはねレーシーな桃になってますね。はい、こういう感じになってます。それではオーナーさん、エンジンルーム見せていただいてよろしいですか。はい、ということでね、オーナーさん、こちらエンジンはなんていうエンジンが乗ってるんですか。FJ20 ということでね、インタークーラーターボということで4気筒ということでね、そうなんですよね、スカイラインのねこれ4気筒ということで、まあ、一説によるとこの4気筒がのためにね GTR という称号が与えられなかったとかいうことがありますよね。であとねここがね一つ特徴かなと思いますね。 NA のタイプよりねここが分厚いんですよね。ここはね簡単に見分けるポイントかなというふうに思います。まあここを見ればターボって書いてあるんで分かるんですけどね、なんか薄いやつはね貴重らしくて高いらしいですね。だからこの時代はねターボの方が売れたということなんですよね。いや僕ね多分この FJA のターボ初めて見たんでね、非常にいやいいなというふうに思います。こちらにはね日産の文字も書いてありますよ。 RSX だけの装備ですよね、このポンプね、ここのピュッピュを出すポンプがねここについているということです、ね、これはね
初めて見たかもしれないです。はい、ということでね、小野さんエンジンかけていただいてよろしいですか。はい、ありがとうございます。おお、なるほど、これがね、はい、FJ インタークーラーターボの、ね、エンジン音ですよ。それではね、滝本会の音も聞かせていただきましょう。ちょっと煽っていただいてよろしいでしょうか。おー、なるほどね、はい、ターボらしいね、若干こうのぶとい感じの、ね、排気音が非常にいい感じだというふうに思います。そしてね、はい、こちら、ね、グレード RSX っていうことでね、まあ、現在はキャンセルされてるんですけれども、こちらにね、リアワイパーが装備されていると。ここにね、日産の文字も入ってるんですね。なるほど、こういう風になってるわけですね。いや、オーナーさん、めちゃめちゃかっこいい。ありがとうございます。結果面見せていただいてありがとうございました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければ、高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。コメントや応援メッセージなんかいただけると本当に喜びますので、ぜひお寄せください。それではまた次の動画でお会いしましょう。次に紹介されるのはあなたの愛車かもしれませんよ。バイバイ。小川さん、ありがとうございました。パソコンでご覧の方は画面左側、スマホでご覧の方は画面右側をご覧ください。ヒデチャンネルの公式グッズがご覧の動画の下から購入できるようになりました。